はい、ただいま紹介いただきました。日本ペップトーク普及協会の中野と言います。今日はよろしくお願いいたします。ここにいる皆さんはもうすぐ教育実習に行かれるということで、ちょっとワクワクしてる人、ドキドキしてる人、それからもしかしたら新ね、緊張してきた、気持ちいけてねっていう人もいるんじゃないでしょうかね。はい、私もですね、先生という仕事について、先生と呼ばれてもうはや30年になるんですよ。まあこちらご覧ください。私の職歴なんですけどもね、まず中学校でしょ、次高校でしょ、次ろう学校、いろいろ行かせていただいてるんですけど、次日本語学校で、ちょっと変わりどころとして刑務所なんていうところでもね、実はこれ受刑者、女子刑務所だったんですけどね、そこで日本語を教えておりました。で、あと和歌山大学、そして今はですね、主軸をですね、和歌山英数学館、これは予備校です。1年後にもう一度受験をすると、大学受験をすると、そこで進学指導、進路指導、メンタルケア多いですね。勇気、活気、元気、これを応援する、まあそういったことが主軸のお仕事をさせていただいてます。まあね、誰しもね、頑張れって言うと、おっ、こう帰ってくるといいんですけどね、頑張れ、無理、無理って言うんですんなよみたいな、そんなやっぱり生徒もいるんですよね。はい、皆さん、多分先生になるっていうことで、子どもたちのやる気を引き出したい、そして子どもたちの本来の力を発揮させたい、そう思ってらっしゃるんじゃないでしょうかね。そんな皆さんに今日はやる気を引き出す励ましの言葉がけ、ペップトークについて知っていただきたいと思います。ペップっていうのは元気、活気という意味なんですね。そしてペップトークというのはスポーツ、試合前のロッカールームで緊張に打ち退かれている選手たちに本来の実力を発揮させるために、監督が1分程度の話をします。で、その時その言葉を聞いて、選手たちは心を震わせ、そして雄たけびを上げながらグラウンドに出ていく。それがもともとペップトークの由来です。ですが今はですね、はい、いろんなところで使われています。試合の本番開始前、監督やそして上司、親など指導者にあたる人が今目の前にいる選手や部下、そして子ども、この人たちのに応援するために投げかける激励のショートスピーチを指します。特徴はですね、すいません、ペップトークというのはまずアメリカで発達してきました。で、スポーツ、まあ、特にアメリカはいろんなビジネスが、盛んですが、特にアメリカのスポーツ、年間50兆円というお金が動くビッグマーケットなんですね。ここではちょっとご覧になりますかね。バスケットボールですか？最高36.6億。これ何の数字だと思われますか？これ最高の年俸なんです。36億も支払ってる選手ができねえって、もう俺は無理だって言わせてる場合じゃないですよね。働いてもらわないとダメなわけですよ。だから監督は選手たちが最高のプレーのために体を鍛え、技を磨くように言葉を磨き上げるんですよ。そこで磨き上げられた言葉、魂を揺さぶる言葉、これがペップトークなんです。はい、ペップトーク、特徴があります。これは必ずポジティ語、ポジティ語というのはポジティブな言葉を使う、それで応援する、これは必ずルールとしてあるんですね。相手の状況を受け止めて、ゴール、目標に向かって短くて分かりやすい、これが特徴です。そして人をその気にさせる、そんな言葉がけ、まあ訳すと勇気づけトークとでも理解してもらえるとぴったりだと思います。皆さんは人を励ますとき、どんな言葉で励まされてますか？こういう言葉で、もう言葉なしで、ジェスチャーで、ああ、それもあるかもしれませんね。でも、こう、励まされた経験として、どんな経験ありますかね？私なんかも、こう、励まされる、励ますっていう場多いんですけどもね、まあ、その、励ますときに、なんでできないの？って
っていう言葉でまず入ってきて、そして前も言ったじゃん、もうあれだけあなたのために言ったのになんでできなかった、なんでしなかったのって、私のためを思って言ってくれるんだけど長い、もうなんかやる気になるどころかもういいからっていう気持ちなんですよね、まあ、そんな言葉で、ね、その否定的な言葉でね、これ相手のためって言いながらしてることって我々多くないですか。ネガティブな言葉で相手のためよ、あなたのためよと言いながら、もうゴールは無視して延々と続く説教命令。でもこれは本当にそうなってもらいたいっていう気持ちは同じなんですよ。だけどどうしても伝わらないんですよね。私も言われてる実は母なんですけどね、もういいからって気持ちなんです。もう残念な気持ちになるんですよね。これ私たちプッペトークと呼んでいます。その気持ちで応援してるんだけど伝わらない残念なトーク、いわゆる残念トークなわけですよね。これでもね、ペップトーク、プッペトーク、どちらも目の前の大事な人を励まそうとしている言葉なんですよ。どこが違うと思います？何が違ってペップは勇気づけ、何が違ってプッペは残念になっちゃうか。実はですね、私たち存在があります。私がいます。そして私の希望があります。そして希望があるからそういうふうに動きます。そしてそれに結果がついてくるんですね。この繰り返しをしてるんです。でもやっぱり自分のこととか行動とか結果とか褒められたいっていうのがあるじゃないですか。どっか一つでも否定されるとやっぱり元気なくなっちゃうじゃないですか。実はここなんですよね。よくやったね、結果を褒められるとか、いつもありがとう、もういつも陰でしてくれてるのを見てるよとか、君なら絶対できる、だから思い切ってやったらいいよとか、もう君がいるから大丈夫、もう頼りにしてるよ、言われたら嬉しいですよね。存在、行動、結果、どこか一つでもいいんです。やっぱり褒められたらその気になって元気になってやろうって気になるんですよね。プッペトーク、なんでできないんだ、やる気が見えないね、そしてちょっと君には無理だと思うよ、最後にこれは言われたくないですよね。君じゃなくていい、もういいよ帰って。やっぱり一番存在を否定されるっていうのは悲しいことです。悲しい気持ちになったところに勇気ややる気が起こりますでしょうか。そうなんです。ペップトークとプペトーク、この違いは承認あるかないか、否定ではなくて承認されてるかどうか、実はペップトークにはここが一番大切な要素になっているんです。私ね、私にも若い時がありました。で、教育実習に行きました。まあこんな感じですよね。でもね、私どっちかっていうとネガティブな方なんです。ネガティブ思考満載なんですよね。もう近づくんじゃダメだ、自信ねー、できねーみたいな。もう前の日になると明日になってくれんなみたいな。そんな感じの生徒でした。ね、でやっぱりそれが始まる4週間の実習です。最初の2週間はもう苦痛で苦痛でね、私だけ怒られてる感じ、私の友達は先生に気に入られてる感じみたいな、ちょっとひねたような気持ちになったりとかね、生徒こっち向いてないような気持ち、もう被害妄想ですよね。そして3週間目、私の授業が始まったんですよね。最初の授業です。もうね、グダグダでした。もうそれ終わった時にね、これ本当先生やってていいんかな、本当に先生なりたかったんかな、本当に反省で、このあとまだ2週間続くか、もうちょっと本当に最悪に落ち込んだその瞬間だったんですよ。でもね、でもね、言葉って不思議です。3人の女の子が夕方近づいてきて、でその中の1人の女の子が私に、先生今日ありがとう、先生私ももっと頑張る、また明日、たったこの3つの言葉だったんですけど、もうちょっと涙出そうになりました。ありがとうっていう言葉に、私がしたことに感謝してくれてる、そして私ももっと頑張るね、頑張ってたね、授業はどうだったか分かんないけど、そこ認められた気持ちになったんですよ。そして何より嬉しかったのは、また明日、私を待ってくれてるんだって、もうたったこの3つの言葉の力ってすごいです。気持ちが本当に変わったんです。
その夜一生懸命教材研究しました。次の日も、納得のいく授業ではなかったんですけども、授業しました。2週間一生懸命しました。絶対先生になる。その時、彼女の言葉が私の30年を作ったのかもしれません。最後ね、終わった時にその女の子からこんな言葉をもらいました。私のクラス先生でよかったって。もう最高ですよ。もう本当に元気が出て、もう喜びの一つでした。これぞまさしくペップな状態です。元気活気、いわゆるそういう状態に私をさせてくれた、そういう経験があります。言葉はやっぱりすごいなって思いました。さあ、私たち良かれと思って目の前の子どもたち、目の前にいる大切な人を励まそうとしてるんですよね。でもポジティブな言葉って難しくないですか、考えたら。そこで皆さんにですね、ペップトークとプッペトーク、最後彼女が言ってくれた結果に対してありがとう、そして行動に対してもっと頑張る、そして存在に対してまた明日、これはまさしく彼女が言ってくれたペップトークです。本当に彼女に感謝をしてるんですね。で、このペップトークとプッペトークの彼女が作ってくれたポジティブな気持ちにさせるポジティブな言葉、この違いはですね、ポジティブ語の見つけ方のコツっていうことを皆さんに紹介したいと思います。で、2つ紹介したいと思うんですけど、まず1つですね、捉え方を変えてみよう、そしてポジティブな言葉を探していこう、コツを皆さんにお伝えします。まず物事ってプラスとマイナス、それから、表と裏、一つの物事に対してたくさんの捉え方があるんですよね。それに一つ一つ言葉がついてるんですよ。例えばこれ見てください。これ見てどんな言葉浮かびますか？今ね、喉が渇いてるかどうかにもよっても違いますけどね。顔としたら2つありますよね。皆さんこちらの顔だとすればですね、下半分かよついてね、ね、この喜んでる、よかった半分あった、一つの状態でもやっぱり捉え方って2つで、言葉が2つあるんですよね。次、これ雨降ってる、これ見てどんな風に捉えますか？私だったらですね、はい、こちら、雨か、洗濯干せないじゃん、こちらだったら、でも考えたらラッキー、車汚れてるし車きれいになるみたいな、だからじゃんじゃん走るかもしれません。一つの捉え方でも、私自身でもね、雨、でも考えたらきれいになるじゃん車って一人でもなるんですよね。さあ、円を描いてください。皆さん先生になって生徒に行ったとします。生徒がこんな絵を描いてきた、円を描いてきたとします。皆さんどこに目が行きますか？あそこ、そうですよね、刺してほしかったです。ここできていないところ、やっぱり気になっちゃうんですよね。ここだったら完璧なのに、ここできてないじゃん、丸になってないじゃん、ここ注目しちゃいますよね。でもこれ、こんな顔してできてないじゃんって言われて、次元気になるだろうか。私たちペップトークを話すときに、ないものに注目するのではなくて、できてるじゃん、あとここつながったら完璧、そういう見方できませんか？ポジティブな言葉というのは、あるものに注目する、あるものを褒めてあげる、ここからスタートする、これがポジティブの使い方のコツの一つなんです。もう一つのコツいきましょう。それはですね、してほしいというこちらが望んでいる言葉をダイレクトに話すという言葉を選ぶということなんです。どういうことかというと、明日テストがある人で、もう本当に応援してるんですよ、成功してほしいんですよ。子供さんにだったらこんな言葉で応援したりしませんか？頑張ってこいよ、ミスすんなよ、ね、我々先生だとすればこういう言葉でちょっとよくね、応援しちゃうんですよね。でもよく考えてください。これミスしてほしいんじゃないですよね。ミスしないでほしいんですよね。ミスしてほしくないことに否定形をつけて
我々してほしいという表現、多くないですか？これ我々ですね、まず脳は否定形と肯定形を区別できないんです。最初に取ったミスするな、それからミスしろと言われても、ミスという言葉が頭にイメージが残るんですよね。その後私たちは肯定形と否定形を区別できませんから、ミスという言葉が残ったまま成功に走るんです。それはちょっと無理があるんですよね。だったら遅刻するな、不覚にも私この間ペップトークを勉強しながら言っちゃったんですよね、生徒に。遅刻するなじゃなくて、どういう言葉かけたって遅刻してほしくないんですよ。どんな言葉かけだったらいいですかね。ポジティブな言葉かけ、10分前に集合ね、いいと思いませんか。忘れ物すんなって言っちゃったんですよ。でもこれもね、どうですかね、一つ一つ確認してカバンに入れるんだよ、この言葉の方がポジティブな気持ちで、そしてダイレクトにすること、はっきりと分かりますよね。ミスするな、これはどうでしょう。ちょっと見方を変えること、捉え方を変えることで言葉が変わってくる、ポジティブな言葉を見つけることができるんです。ミスするなだったら、最後まで集中してね、これでいいと思いませんか。はい、今皆さんにポジティブな言葉を見つける見つけ方をご紹介しました。ちょっとこれ見てください。最近汚すなじゃなくてありますよね、どんな掲示はい、きれいにお使いいただきありがとうございます。きれいにっていう言葉がイメージされると、きれいに使おうとする気持ちになる。そして最近ね、豆乳飲んだんですよ。そしたらですね、畳んでくれてありがとうっていう言葉見つけちゃったんですよ。これやっぱり畳もうっていう気になりますよね。イメージですよね。もう世の中ペップトーク使われてます。そうやって前向きに指示をすることで、前向きにそういう行動を引っ張っていくんですよね。これもともと何を言いたかったんですかねって私考えたんですよ。こうですかね、そのまま捨てるなっていうことでしょうかね。まあそんな面です。まあ今度ね、豆乳飲んだら見てみてください。はい、ではですね、ペップトークなんですけども、今見ていただきましたペップトーク、魂を震わし、雄たけびを上げてグラウンドに出ていったような、そういう言葉がけ、実はですね、1000本以上もあるそのペップトークが使われるようなビデオを本協会では研究したんです。その言葉の中に、研究していくうちにあるルールが見えたんですよ。ポジティブな言葉を使う、それから捉え方を変えて前向きな表現、できてるじゃんね、その気づきを与える、本当だ、できてる、あとちょっとで円が描けるっていうようなことですよね。そしてダイレクトにしてほしいことを表現するっていうポジティブな言葉、さらにそれをですね、4つのステップ、順番があったということなんですよ。まず需要、受け入れるという言葉から入って、次に捉え方を変えてあげる、気づきを与えてあげる、そしてどうしてほしいかっていう需要、承認、行動の順番で話をしてあげる、そういうふうに言葉を作っていけば、最後 OK 行っておいで、もしくは行くぞって言葉に素直に気持ちが反応して行動が引き起こされる、こういうことを発見しました。さあ皆さん、次は励ましを目の前の人にしてみましょう。皆さんは誰に一番励ましをあげたいですか？はい、まずですね、皆さん自身、自分のことを励ますときにどんなふうにされてますか？自分を励ますとき、どうですか？あ、ポーズでね、こんなポーズ、もう体を使うってことも一つだと思いますよね。私はですね、まあ本当に自己肯定感の薄いものですからね、こう自分に対して言葉がけ、それをセルフペップトークと言うんですけれどもね、自分に対してはですね、できる、できる、できるっていう言葉を自分に投げかけるんですよ。でリズムに乗せてね、できる、できる、必ずできる、できる、できる、必ずできる、言葉って不思議です。イメージを作るんですよ。
で、なんかできるな気持ちになっていくんですよね。時々使う言葉は、もう一つは、やれる、やれる。ちょっとね、消極的な時はね、なんとかやれるって言いながら、もうそれでこう、踏ん張って頑張ってやるんです。こういうふうに言葉がイメージを作ります。そして行動を変えます。そして結果を変えるんです。言葉が変わると気分が変わる。言葉がイメージを作る、セルフイメージを作るんですね。まずそうやって自分を盛り上げてみてください。盛り上げていくと言葉が変わって気持ちが変わると思い込みが変わる。自分はできるっていう気持ちになるんですね。思い込みが変わると強いんですよ。本当に行動に移せて結果になっちゃうんですよね。ぜひともまず自分のことを変えて、できる俺、生徒を励ますことができる俺、こんなイメージを持ってください。そしてゴールペップトークというのが、あなたが本当に応援したい人、目の前にいる人を応援するための言葉がけなんです。これはですね、2011年ワールドカップなでしこジャパン PK 戦、同点に持ち込んだその前の円陣なんですね。佐々木監督は何て言葉をかけたと思いますか？日本のために頑張ってこいよ、絶対勝つぞ、じゃなかったんです。楽しんでこいよっていう言葉を何かけたそうです。対戦相手のアメリカの監督、 We have to win、 勝て、そう言って励ましたそうです。どちらが彼女たちにとってペップトークだったかは分かりません。でも佐々木監督に軍配が上がったようですね。私のね、クラスに3年前になるんですけども、レイナちゃんという女の子が来てたんですよ。入ってきたんです。彼女はね、すごく元気のある子でね、そしてものすごくやるんですよ。で、私は工学部行きたい、建築学部行きたい、そしてね、震災にもね、負けない家作りたい、そんな強い気持ちで入ってきたんです。で、一生懸命勉強し、朝も一番できてね、ものすごく頑張ってたんですよ。ところがある日、遅刻して、欠席だったかな、3日間連続お休みしたんです。連絡するんだけども、全然連絡取れなくて、すごく心配してたんです。で、4日目にやってきた、そのレイナちゃん、全然私の知ってるレイナちゃんじゃないんですよ。もう気持ちは集中していないわ、勉強にも乗り切れてないわ、レイナどうしたんだろうって、本当に心配になったんです。でね、さっきものすごくボーイッシュで頑張りやって言ったけど、ずっと見てて、彼女誰よりも繊細なハートは女子なんですよ。だから、どんな言葉がけをかけたらいいかな、実は私も本当に悩んでたんです。で、ある時電話がかかってきて、先生相談がある、で、時間取ってくれないか。で、私は言いました。いいよ、私もね、ちょっと心配してたんだ、気になってたから、明日時間取る、来て来て、こんな感じで電話答えたんですね。で、本心ね、予備校やめますって言われちゃうのかなって思ってたんですよ。ところが、次の日来た時に彼女が言った悩み事、先生、志望校を変えたいと思うんです。私、逆にね、レイナちゃんに悪いけど、思ったんです。志望校を変える、そんなことかって思ったんです。どこに？医学部に。医学部、いやーって言った瞬間に、彼女パーって表情が元のレイナちゃんになったんですよ。聞くところによると、彼女医学部に行きたいって思い始めて、でも今からでも間に合うのかな、大丈夫なのかな、今からこんな風に工学部から医学部に変えていいのかな、真剣に彼女に悩んでたんですよね。それを一番応援してほしいお父さん、お母さんに相談したらしいんです。そしたらお母さんが「は？今頃？何言ってるの？無理に決まってるやん。やっても無理やって。あんたにできるわけがないやろ、今から」。こんな言葉が返ってきたわけですよ。心配してたでしょ。それを応援してほしくて、お父さんやお母さんに打ち明けたっていうレイナにとっては、もうっていう気持ちなんですよね。
そして、やったらできるかもしれへんやんって言ってほしいことを自分で言って、そしたら、何言ってんの、無理無理。これが延々毎日家へ帰ったら続いてたっていうんです。で、彼女はずっと落ち込んで、どうしていいかわからない状態で勉強も手につかなかった。私がずっと彼女が頑張ってきた姿をずっと見ていました。だからどうしても頑張ってた元のレイナに戻ってほしかったんですよね。だからその時言った言葉は、医学部と工学部両方目指したらええやんっていう言葉だったんですよ。それで彼女は、そうか、両方目指していいんか、また元の彼女に戻りました。次の日朝一番に来て、一生懸命勉強して、先生に質問して、また元の生活が始まったんです。今から考えてみると、私これペップトークだったなって思うんです。まず需要っていうところで、私が投げかけた言葉は、医学部今からでも大丈夫なんかなって思ってる時に、一番応援してほしい人にそう言われるとちょっと辛いよね、ちょっといけてないよね。だけどね、レイナ、あの時思った、医学部に行きたいって思ったのは、なったのは、その時になって初めて、もっとやれるん違うかって自分に自信が出てきた証拠じゃん。レイナだったらできるよ。両方目指したらいいやん。両方取りに行こう。そして最後、さあ行くよ、背中の一押しです。考えたら、この順番でレイナに話しかけてたんですよ。そうか、なるほど。ペップトークを勉強して、私が声かけた言葉でこういうふうに変わった、まさしくこの順番に声かけてたんですよね。多分皆さんもこういうふうに声かけてて成功したこともあるでしょう。逆にあなたのためと思いながら、ネガティブな言葉で最初スタートしちゃって、元気づけ、勇気づけにならなかったこともあると思うんです。あなたたちにもできると思います。彼女ね、見事ね、和歌山県立医科大学医学部合格しちゃったんですよ。今研修医的な感じで、いろんなところでこう勉強してるんですよ。はい、皆さんとこうやってペップトークを勉強してきました。知ってもらいました。この1週間後、皆さんは目の前に本当に応援したい生徒が来ます。応援してあげてください。ネガティブではないポジティブな言葉で、そして子どもたちのやる気を引き出し、子どもたちの本来持っている力を引き出してあげてください。このペップトークの話を聞いてくださった、教育実習の皆さんに、この講演の最後にですね、私から皆さんにペップトークを送りたいと思います。もうすぐ実習ですね。そう思うと緊張と不安で、ちょっと気分的に重たい憂鬱な気持ちになることもありますよね。はい、でもね、それは子どもたちに勇気を与え、本来の力を発揮させてやりたい、本気で思ってるから、その証拠なんですよ。今ある力で、あなたにだからできる実習をしてきてください。皆さんになら必ずできます。自信持って。レッツペップ and レッツトライ。ご清聴ありがとうございました。